くてる防災ラボです。地域密着型のですね、気象防災情報発信基地防災ラボです。あの、昨日、私ですね、あの、大雨が今夜遅くからあるかもしれないということを言いました。はいえー、改めてですね、えー、今夜遅くからの情報をお伝えをしたいと思います。明日、七夕、うん、彦星と織姫会えるのかどうか。うん、えー、それから、黒羽きのこ映え。何なんですか、ね、<laughs> 初めて聞した。これ、説明したいと思います。はい、えー、まず、皆さんからいただいた季節のタイムなんですが。私、今朝ですね、東山の方を見てたら。 結構雲海見えたんじゃないかなと思ってたんですが、はい、その山から。 こんな景色あすごく幻想的ですねやっぱり早起きは3本の得ですね、はい、もう登っていっちゃったんですか朝から <laughs> 見てみたいふと空を見たらハロが出ていたということでれこれはあの天気下り坂の兆しなんですが、はい、まさにですねこれからあ今夜遅くから雨になるという予報です暑かったですね暑かったです今日はいわき市小名浜今年初のクーラーのボタンを押しました <laughs> 耐えきれなかったあの6月13日以来福島市ではですね真夏日になります、はい、久しぶりの真夏日、うん、さあ真夏といえばいろんなものがですね旬を迎えますこれからジャガイモ が美味しくなります。ジャガイモの実がなりました。おおトマトみたい。これ間違って食べちゃいますよね。でもまだこれこういうに緑色になるんだジャガイモ。そして苗が初収穫。いいですね。はいおいしそう。好きですか？あの最近天ぷらでいただきました。天ぷらで塩で食べるの美味しいかもしれないですね。そして花といえばですね。この季節はユリ花。ユリの花が綺麗です。ヤブカンゾウの花が咲き始めています。で私大好きなユリの花紹介します。 こちらです。吾妻総合運動公園の<い>もう百合の王様と言ってもいいと思います。はい、派手なんですよ。<laughs> 結構目立ちます、ね。結構目立ってこういうのが吾妻総合運動公園ですね。うん、あちらこちらで咲いているということで、うんうん、山百合の季節、山百合の季節といえば、これからですね、梅雨本番を迎えるということなんですけれども、はい、ちょっとこちらでですね、雨雲の様子を見ていただきたいと思います。はい、今夜遅くから昨日の予報では、大雨になるという予報だったんですけども。はい ここに結構まとまった雨雲あるでしょう。そうですね心配ですねこれがですねずっと福島県にかかり続けるんじゃないか、はい、そして集中豪雨の恐れがあるんじゃないかあの、もしかしたらその会津とですね新潟の県境のあたりでですねこれ100ミリ以上のですねこのあたり雨になるんじゃないかというふうに私は見立ててたんですね、はい、昨日の段階で、はい、ただですねこの雨雲なんですけれどもこのあと 確かに福島の県北そして会津中心にかかりますかかりますけれども、うんはい、順調に抜けそうなんですよじゃあ長雨というわけではないないただ山形の方に関して言えばこれずっとですね山形県は明日の午前中にかけて雨雲がかかり続けて集中豪雨の可能性があるんです、はいうん、ただですよ金子さん、はい、この雨雲の帯が少しでも南にずれると 福島県で集中豪雨の可能性があるんですよ。うすね、なので今日はですね、あの一応注意書きでこういうことを書きましたこちらです。あの今夜遅くから早朝、うん、中通り北部から会津に強い雨が降ります。はい、でこの雨雲の予報、そして最新のですね、うんえー、スーパーコンピューターの見解ではですね、福島県では100ミリ以上はいかない。はい、ただしただしこの雨雲が少しでも50キロ南にずれると。うん 大雨の恐れがある、はい、これはあのこの梅雨時ってすごく予報が難しくて梅雨前線が50キロぐらいあの南にずれること北にずれること結構あるんですねですから最悪のことを想定して、ね、私皆さんに情報発信したいと思いますので今夜私ソラネットでですね雨雲のこの状況、うん、皆さんに発信しますので、はい、ツイッターで随時ですねあのチェックをして見ていただきたいと思います、はいえー、このの雨明日にはどうなるのかそ天気です。 もう朝には峠は越えるという予報なんですが、たださっきのやっぱり雨雲がもし仮にかかった場合は、昼頃までは強い雨が降り続けるということになりますね。で、昼前はまたもう1回ちょっとしっかり降るんじゃないかという予報です。午後はにわか雨程度ですそして中通りの北部です。 えー、湿気でかなりムシムシするんじゃないですか90%前後もある26度で90%前後だともうじめじめムシムシですね風通しのいい格好で出かけてください、はい、今日、伊達市で2人の方が熱中症で救急搬送されてます今日よりは涼しくなる予報でしたけれども、うん、こういう時は体育館の中での熱中症ということも十分考えられるんですよね中鳥、はい、の南部です、えー、傘が必要な雨は昼頃までです

さあこれ一体何なのかというのを説明したいと思います。はい 閉じといてくださいわきのピースさんから、はい、小さな虫が大量発生してますたくさん袋の中にいるこういうのがあのいわきで去年発生し大量発生して、はい、今年も発生しているいわき市からはです、ね、黒羽きのこばえにご注意くださいという<お>そういうホームページで情報が出しております、はい、じゃあこの黒羽きのこばえ言いにくいな黒<羽>どういうものなのかというとう、ね、7月上旬から中旬に発生する湿った環境を好むんでだからいわきなんか海風吹くでしょ発生しやすいまさ,まさにこの時期。 腐ったもの、野菜くず、腐葉土で幼虫が成長、ピースさんは腐葉、ね、土、たくさん家の中にあったらしいです、成虫は不快感を与えるが、人体には無害ということで、うん、腐ったものを放置しない、腐葉土を乾かすことが対策になります、はい、それでは週間予報を見てみましょう、えー、木曜、梅雨の中休みです、ところが金曜、土曜、またつ本降りの雨、はい、で来週、皆さん気をつけてください、雷週間になります、うん、ゲリラ雷雨注意、1個はこちら。